丸山ケビン中小野龍もクロック10秒切ります。小野龍もオノリウムと中東、小野のゴール決まりました。29点差、富山はなんとか自分たちの形を見つけたいところ、小野がスリーポイント決めた。さあ、でもらって中、外から水戸パスして小野、最後ワンハンドシュートギリギリ決めた、はい、水戸からもう一度晴山スミスに渡ってエクストロパスからおー、はい、富山のしっかり計算、神沢、水戸、小野、コーナーからスリーポイント、いいシュートですね。ラモス、森山ついてる、ラモスかわした、小野龍も決めた、ようやく決めました小野龍も。いや、苦しい時間帯でありますが力を合わせて乗り切りたい。ラモス、外、小野、もう一本来るか、来た、小野連続で来ました。なんとラモスが防いだ、なんというプレーだ。そして小野が決める。さあ、もう一度小野と赤穂です。元日本代表の小野龍も赤穂がつく、おお、タクショットねじ込んできましたね。小野龍もゆっくり下がっていきます。下がってマーフィーに体を当てて、このフェイダーウェイシュートどうだ、決めていきました。ですね、ミスマッチですね。ファウルもありました。ブライス・ジョンソンから松井慶十郎、逆サイド振って小野龍もスリーを決めてきます。さあ、ここは最後小野か、もう一人かわすドライブを選択しました。もう一度ブライス・ジョンソン、ボールは回して宇都、外から小野、ああ決まります。3本目、癖という、ね、文字を見られたんですが、まさにそのような動きですよね。そうですね。さあ、ここは小野が打つ、これで1点差。もう一度ジョンソン、外からなりますが、小野、刃渡りがついている、小野がすり抜けて決めていきました。さあ、一発回したら小野龍もいった。さあ、ここもオールコートプレッシャーをかけていく、奪って小野龍も難なくイージーレイアップ。ハリスと下竹です。下竹選手のダイブが速いです。小野龍もフローター、バスケットカウント。ボール取った方がいいと思いますね、これガード。小野は打ってきました。うわー、センスバック、難しい体勢から打ちましたが決まりません。マズンガから、ここですよね、危ない、外に出して小野さん2本目きた。スリーポイント300回成功まであと1となりました、うん、富山ボール、ここをつなげたい、ワイドオープンになっているが、さあ小野、さあ、ようやく来ました。これで達成ですね。スリーポイント300回達成。